れ様でございます。皆さん、ウィングマンってご存知ですか？週刊少年ジャンプに連載されていて、そのうちアニメにもなった、まああのヒーローもののね、ドタバタ面白い恋愛ギャグヒーローものなんですけども、これついに実写化されましてね、で第1話が限定公開されてるんですよ。今なら見れると思いますので、動画概要欄からご覧ください。同時にですね、ちょっと上の方を見てください。ここにもアニメの第1話が公開されてるんですよね、公式から。だから両方合わせて見ることができると思います。今出てるのがこれ、葵さんですね。異次元からやってきた、多分ね、異次元召喚ものってこのウィングマンが元祖くらいじゃないですかね。つまりバーチャルな世界から私たちの住む3次元に美少女がこうね、ワープしてきて、で主人公、それまでね平凡だった主人公と出会って、物語がこうストーリーが進んでいくって感じですよね。広野健太くんね、令和の広野健太くん、このね広野健太くん結構役者ですよ。あのウィングマンなんて言ってみれば昭和の漫画アニメですからね。それをね、この令和の青年が上手に演じてますよ。彼だったら広野健太を演じてもいいなと思いましたね。葵さんはまあちょっとこれからの出方次第かなと思います。 で残念なのがね、ミクちゃんなんですよね。多分ね、これがミクちゃんだろうと思われて、これがミクちゃんじゃないかなと思われるんですけども、いまいちミクちゃんじゃないかなと、うん、これは一生懸命演じてもらっても多分、なんだよこれじゃミクちゃんじゃねえよってファンの方から言われてしまうんじゃないかなと思いますんで、それを乗り越えてね、一流の女優さんになっていただきたいなと思います。それからね、この名前忘れましたけども、あの広野健太くんの友達、こいつもよく表現されてるなと思いましたよね。こいつがね、こう広野の一番の仲良しなんですよ。全然冴えないやつなんですけどね。いや、いいですね。ウィングガールズとかも生まれるのかな、これね、うん、なかなか、だからこの令和の時代にうまいこと表現されてますよこれこの表情も広野健太ですよ、完全に。でポイントは、令和時代にうまいことね、こう広野健太がイメージされてるウィングマンの世界観が出てるんですけども、スマホは出てくるかなっていうところですね。でパソコンのテクノロジーも今の時代と当時ウィングマンの時代もう桁違いですからね。いや、あの少なくとも当時こんなフィギュアなんて細かいのがたくさん手に入れられるほどね、世の中が成熟してなかったのと、そうですね、パソコンは当時はもうほとんどの人持ってなかったですね。一部のパソコンマニアと言われるマイコンと言われてましたから、そういう人に限られるかな。で街の風景も完全令和なんで、もう昭和感全くないですよ。もうしょうがないです、これは。ロケが不可能ですよ。あ、出た、これ見てください。やっぱりスマホとかインターネットがあるっていう体でこのウィングマンがね、うまいことハイブリッドされてますね。あー、スマホ出てきた、うっかりしてた。スマホ当たり前のようにあったからもうあんまり読まなかったですけどね。あ、これがね、松岡先生です。広野健太の最大のライバル、多分ね、あのリメルとかよりも、リメルっていうのは悪の軍団ですけども、異次元のリメルよりも怖いんじゃないかなというところがありますけどね。はい、ウィングマン、いやー、すごいいいですよ。楽しみにしました。これ早くね、第2話見たいですね。もうあっという間に終わっちゃいました。まあ30分ものなんでしょうがないですけども。それでは動画概要欄からご覧ください。ではチェイン。